皆さんお元気ですか。よいしょ、かかじです。かか今日はこちらポイキロッテリアメタリカス様のこのグラステラリウムなのでのお住まいのその後です。前回ここにお引越しした時にさ、足が2本欠損してたって発覚したんだよね。はい、そしてはい、ほらこれダッピガラです。ダッピラってダッピガラが確認ってことは脱皮したってことだね。木の影になっているこのダッピガラを取ってみようか。今メタリカ様はおそらくこのコルクの裏に隠れて遊ばせてます。よいしょ、おい、あれ、うわ、おー、はい、こんな感じで、お、脱皮柄も青いね。そしてうちでおなじみの腹部の皮がない。いつもこうなるんだよね。だからオスちゃんメスちゃんが一向に分からず、はい、こんな感じになりました。綺麗な青がねー、おー、すげー、めっちゃ青く光ってるやん。何これ。いや、過去の2匹のメタリカ様ってこのサイズでこんな青くなかったよ。おー、素晴らしいっす。ほら、光が当たると青くメタリック、まさにメタリカだよね。やべえ、ほら、何これ、塗装したみたい。そしてこっち根元は濃いブルーで、こっちなんかほらエメラルドグリーンみたいな、そしてイエローみたいな。何これ、この脱皮柄だけでご飯3杯いけちゃうんだけど。ほへえ、すごい、うおーうおーほー、はい、という感じでね。さあ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 、まずはお世話を先にしようかな。ほら、この鹿沼土が白くなってきてるよね。これをまず噴霧器でシャワーっと、あ、違った、まず上のこの水入れ、これ相変わらずしっかり固定されてるね。ここにバシャーってもう溢れんばかり入れて、古い水を追い出して中の水を新しくしてあげます。 OK、 いいんじゃないですか。はい、ついでにこの辺もちょっと濡らしておこうか。で、乾いた鹿沼土に注水、補給水をね、足してあげないと。湿度がもう最近は灼熱地獄で、エアコンかけっぱだから湿度の低下がやっぱり心配だよね、こういうポエキロテリア属さんは。オッケー、良いんじゃないでしょうか。さあ、そしてですよ、脱皮前に2本欠損してたこのメタリカ様、どうなんだろうね、足復活してんのかな。でもやっぱり2回ぐらい脱皮使いそうな気はするんだよね。今回はちょろっとなんかちっちゃい足が復活しててみたいな、そんなイメージ。ってことで、このケージセット以来初めて裏の紙を剥がしてみようかな。じゃないと確認できないんで。よし、こんな感じになってますけども、こっちから剥がすか。ではでは、メタリカ様どんなになってるかな。メタリカ様のおなーりー、おー、ほんと、あれ、ちょっと待って、おお、ちょ、真ん中に、真ん中にしよう、真ん中に、あれ、おお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 お、あれ、ちょっと待って、1234、あれ、1234、あれ、復活してね、え、気のせい、あれ、ウィーンと、あれ、復活してる、まさか、え、まさかの復活、1234、あ、復活してるっぽい、あれ、すげえ、え、全然わかんない、なんか欠損したとこが細いとか短いとかないっぽいんだけど、あれ、
うわ、すごい。一撃で治っちゃうんだ。はあ。さあ、そんな感じで、セット以来初めてこっち側をご開帳した、反応したね。したので、ついでにこの状況で給餌してみようか。やったー、復活した。そしてやっぱり青い。さあ、ここからはニョロニョロ注意ですよ。ニョロニョロ注意でジャイアントミルワームちゃんの中くらいのをご飯に与えます。はい、閉めた子をどうするかって言うと、上の蓋を外して今は給餌してます。で、結局皿の上に乗っけてても食わないので、こんな感じでここに置いとくと持ってくんだよね。あ、ダメだ、ビビっちゃった。どうかな。あ、逃げた。このままポトっていったらキャッチすんじゃね。あ、向き変わった。やっぱり足が完品になってる。ほら、おー、出てきた。やべ、すげーかっこいい。おお、取った。おお、すげーものが今観察できてるなり。ちょっとね、こっち側のガラス面に糸がかかってるんで白っぽいんですけども、うお、めっちゃかっこいい。完品かっこよす。いや、すごいね、やっぱね、今まで飼育したメダリカ様とやっぱりなんか太さとか青さが違う。足が太い。やっぱメスちゃんじゃないの、この子。もうちょっとひょろ長くって黒ずんでたんだよね、今までの子って。おー、やったね。じゃーん。これお食事モード入ったんで、多分ここからしばらく動かないんじゃないかしら。ってことで、上の蓋は閉めます。ちょうど上のここのコルクの天井のここに隙間が今みたいにベロンってあるんで、ジャイミルちゃん1匹分軽く垂らしておくと今みたいに持ってくんだよね。すげえ、なんかいい感じで飼育しやすくシステマチックになってる。おお、こんなんなってんだ。へー、かっこいい。一回だけね、外側に出てきてうろついてたことあるんだけどね、それ以来初めてご尊顔を見させていただいてますけども、マジかっこいい。うわ、映像だと伝わんねえかな。なんかこのカメラ映像だとかなり白くなっちゃってんだけど、肉眼だとね、もっと透けて見えとるんだよね。残念。なんだろう、なんかレンズの特性なのかな。こんな白く見えないんだけどね、肉眼だと。かっけー、マジか。今んとこ大成功じゃないの、この飼育方法。やっぱりデイブ日記は素晴らしいね。この、あー、動いた、最高か。あんた最高か。デイブニキ準拠の飼い方で、デイブニキの簡易版みたいな感じで飼ってますけどね。もう動いてる。完品だよね。全部足あるよね。口のとこの足も左右あるよね。おお、すげえ。おお、すごい。大サービスやんけ。単なる落ち着いてないだけだと思うんだけど。お、腹部も見える。お、なんか白いのが左右2つずつあるぞ。1234、口のとこと1234。はい、完品でございます。やべえ、脱皮1回で完品に復活。あ、ちょっと口の、なんだっけあれ、触手だっけ、あれが復活の方がちょい細くて短い。あー、やっぱちょっとちっちゃいんだね。
で次の脱皮でだいたい同じぐらいに戻るって感じかな。すげえ。ごめんね、今落ち着かないんだよね。ゆっくり食いたいんだけど、なんかいつもと違うからここは危なくねみたいな感じで、はい、という感じでこの辺にしときましょうか。ということで、メタリカ様完璧でしょう。素晴らしいっす、美しいっす。はい、ということで今回はポエキロテリアメタリカ様の様子、1回の脱皮でなんと足が復活しました。そして給餌も大成功。はい、シークンドー極めましょうね。そうカカジーはメタリカ様もシークンドーです。あ、ごめんなさいごめんなさい。さようなら、お元気で。はい、これ撮影終わったらすぐに画用紙の蓋をします。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、再生リストはここです。よろしくです。